なんか早速いるけど、あれが密輸業者かな？まずじゃあ、パワーかな？防御力を上げるパワーをセットして。嫌かな？回収。あ、できないんだ。あ、回収できる。持っているものはダガーと、俺が撃った矢と、ブーツと、パンツと、シャツ。スレイ武器。と、お金。とりあえず全部奪って。あ、ティーバック。 ティーバックだ、この人。明かりをつけよう。しかもピンク色。いや、こんなことをしてる場合ではない。インナー変えますか。囚人の服よりはいいんじゃないですかね。まあ、見えないですけど。で、あと鍵か。れ？これ、あ、こうか。で、縦に持ち替えて。これ取れるんだ、トーチ。でもこれ取っちゃうと多分この辺暗くなりそうなんで。あ、なんか、あ、さっき取った鍵で。この人たちは敵じゃないな、襲ってこないな。 You do not please us。鍵を持っているのか。あ、逃がしてくれる。奴隷から、拘束具を外す。捕まってたのか。外してあげよう。あ、これって体力じゃないのかな。今拘束具外したら数字が増えたけど、なんか有効度とかそういうことなのかな。とりあえず捕まっていた奴隷たちは助けたけども、一応ここでクイックセーブかな。あ、間違えた。
クイックロードしたな。ちょっと待ってくださいね。はい、さっきと同じとこですね、奴隷たちを解放したところ。あれは敵かな。いや、強いぞこいつ。全然ダメージが入らない。うわ、魔法か。危ない。おっと、うわ、ちょっと待って、うわ、めちゃくちゃ強いぞ。ちょっと弓矢をこれ当てたいな。ほっ、ダメか。全然体力が減らないこの人。危ない。ちゃんとかわしていかないとダメか。危ない危ない。おお、エルダースクロールズってこんな戦闘難しかったっけ。危ない。うわ、魔力なくなったな、お前。こうなればこっちのもんだ。魔力だ、マジか。強いな、でも。俺のスタミナが。ああ。強い。ローブ。そのピンクのフンド光でそう見えるのかな。いやー強い。ローブはインナーになるのかな。あー違う違うか、やっぱり。いや重ね着してるな。うん、これも着てる。その上からローブ起きてるんだ。え？いいのかな？大丈夫なのかな？クイックセーブ。スタミナが半分回復させないと。あー、なんか奥に行けそうだな。あ、あれは？いや、敵。違うか。あ、敵か。なんか投げてきたな、今。投げナイフみたいな。
前の下着を見せろ。ほら、よし。あー、埋まった俺のエロい考えが外につけるやつかな、おそらく。いや、面白いな。やはりこのゲームは面白い。今取ったのはどれ？あ、これ投げられたのか、手裏剣みたいなやつ。これは多分ですね。うん、これは多分こっちの方が、買ったものの方が。こんな感じかな。あ、トーチ。これ取れるもの取っていって。お、シャツ。全部奪おう。で、じゃあインナーこっちに変えようかな。うん、リングでもこれは売り物かな？装備品とかではなくて。あ、一応装備できるんだ。あー、面白い。ゴールド。ゴールドは大事。これは？スティールクラブ。タイプはブラントウェポン、片手用。で、さっきのあれかな？向こう側の水の中とつながるみたいな。そういうことじゃない？
お、びっくりした。ショートブレードのスキルが36人上昇。となるとやっぱりあれか、弓矢、ステルス状態じゃなくても弓矢で戦っていかないと弓矢のスキルは上がらないかな。今ショートブレード、スニーク、あ、全然スニークの成長具合が上がってないんだけど、どうしたらいいんだ。マークスマン、飛び道具、これあれだ、クロスボウとかあのロングボウとか、ライトアーマー、96か、先は長いな。一応弓矢に、あ、さっきの投げナイフ、投げナイフでもいいのか。なるほどね、弓矢は両手持ちになるからトーチ装備するとあれなんだ。あ、やってました、またやってしまった。これで回ってきたんだ。で、そこで助けた場所で、じゃあこっち側何につながってるんだ。あ、ここ調べてない。あ、鍵がある。あと、使い切り型のスクロール、オープン、鍵付きの何か開けられる魔法かな。あ、ここにもあるな。こっち側はどっかに、あ、なんかあるぞ。トーチ消えちゃったな。あ、剣がある。呼吸が、呼吸が、死んでしまう。早く。これか、これで回復できるかな。今38。いや、
体力の回復の仕方がわからない。まあいいか、とりあえず町に帰ろう。物がいっぱいになったんで、物を売って、なんか心なしか体が重いような、気のせいか。装備しているものによってとか、物々交換、え、利用したいならムーンシュガーを捨てるなりしてほしい。ムーンシュガーってあれでしたっけ、なんか薬物でしたっけ、覚醒剤。どれだムーンシュガー、これだ。捨てるなりなんなりしろって言われたけど、これを持ってるとあれか、取引できないのか。仕方がない。どうやってこれドロップすんだ。仕方が、あ、これ OK か。あ、スクーマもダメ。スクーマがあれかな、うん、麻薬。そう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 、スクーマ、ムーンシュガーを生成して作られた違法麻薬、犯罪者は一種の通貨として利用する。あー、じゃあこれを持っていると、あー、こういうのはなかったんじゃないですか、今まで。今までというか、オブリビオンとかスカイリムでは別に持ってても取引とかできましたよね。持ってるだけでダメなんだ。なるほどね。How are you? じゃあ捨てるか。捨てるか、まあ、どっかにしまうとかすればよかったのかな。拾って。どこがいいかな、この帝国軍のいる、あの、初め鍵開けの練習したここにしまおうかな。これにしまえるんじゃないかな。ちょっとこれサイズを大きくしよう。いやー、やっぱりエルダースクロールズは面白いな。どれだっけ、ムーンシュガーと、スクーマ。スクーマ、どれだ？これだ。オッ
OK。ああ暗くなってきた。でね、女性の顔を綺麗にするモッドを導入してみたんですけども、うん、綺麗になってるかな。この人変わってますね。うん、でも男性のがなかったんですよね。見つけることができなくて。男性のもあればいいんだけど。暗くなってきたな。I do enjoy a good conversation.これで大丈夫でしょう。OK。この辺いらないんじゃないかな。売っちゃおう。ソウルジム錬金とかで使うのかな。これは一応持っとこうか。フィッシングポール、釣り竿、釣りもできるのかな。一応これ持っておいて、鍵、この鍵はもう使わないと思う。一応その時考えろ。はいらない。あ、これもリングだ。ライトいらないかな。いや全然お金にならないな。スティールクラブもいらない。ロングブレード、これ一応持っておいて、
手裏剣。ダガーはいらない。よし。で、なんか買おう。いやでも何買ったらいいんだ。とりあえずこれで申し出る。で今持っているお金は自分の今持ってるお金ってこれどこにあるんだろうないのかな。ここで見るしかない。338円。Speak quickly, Outlander, or go away. あ、やっぱ女性の顔綺麗になってますね。セイダニン、この村かな。うん。バックグラウンド、ダンマー。うんうんうん。私のいとこが、なんとか木付近の海中に都市を見た。だけど彼は大酒飲み、だしきっと腸に当たりすぎてのぼせたんでしょうね。いや多分本当なんじゃないかな。リトルアドバイスは同じ。シークレット。この人だ。賭けで負けて追われてる人。金を、あ、この人が金を取り戻す。いやでもこの人負けたって言ってたけどね。手を貸してくれ。うん。ナインホールズで月が味方しなくて少しばかりすった。いつもなら気にしない。ポケットには金が残ることになっている。何カタギの連中がその四神棒代をくれる。こいつあんまりいい人じゃないな。まあ賭けで負けても四神棒がいるからなんとかなってると。だけど何人かは俺に立てついてくると。四神棒がいるのに。例えばあのチビのファー、あっ、リングを返した人だ。
あのコソ泥なのかな。盗品を町中に隠している、うん、家はすでに探したと。隠し場所は家ではない。お前には奴が金貨を隠している場所を見つけてほしい。成功したら分け前をやろう。一応受け止めますか。奴が夜に街中をうろうろしているのを俺は見た。街の南にある灯台のてっぺんが見晴らしが効く。セイダニーンの隅々まで監視できるだろう。奴の行くところを見ていれば、奴が金を隠す場所もきっとわかるはずだ。軍に入りたいのかね。ジョイン・ザ・インペリアル・レギオン。兵力なら間に合っている。あ、フォートなんとかの場所は人手不足なのかな。ああ、これだけか。あのリング返した人ですよね。暗い。この人じゃないか。Quickly, Outlander, or go away. Are about to become very close.これだ。何のことだかさっぱりだ。つきまとわないでくれ。灯台から見ろって言ってたね。あれかな、ちょっと暗いな。トーチ持ってくるんだったな、洞窟から。これか。灯台ってこれだよね。勝手に入っても。あ、人がいる。Speak quickly, Outlander, or go away. うん。モローウィンドウが初めてならせかせかしないのがコツ。会話するときには相手の性格に注意をすること。君が嫌えば相手も嫌う。うんうんうん。いいのかな、この人の家とかじゃないよね。でも盗みになってたな、さっき。うん。暗すぎる。で、あの人だ。ここにいる人だ。キャンドルが消えてしまった。
ただいまの時刻は分からない。あ、動いたぞ。しかもなんかしゃがみながら、うん、しゃがみながら動いてる。どこに隠した？こっち来たよ。ここかな。あの木の根元とか暗くて、そこに行ったけど、ここか木の根元かとかかな。いやいや、普通に歩き出した。うん、大体分かったぞ。これアクテコか。暗すぎる。ちょっと借りるわこれ。すまない。これ装備しても暗いか。やつがまずこの怪しいのは木の根元。あとはその後移動してこの辺、この辺にいなかったかな。人がいる。ちょっと待って、ごめんなさい。違うな、どこだ。ここ。ここじゃないか。この辺にいたんだけどな。あっ、あ、違う。あった。しかもヒーリングリングも入ってる。俺が返したやつ。これをじゃあ全部奪って、I'm waiting. You like to dance close to the fire, don't you?
うん。分け前の100ゴールド。そこにあったものは、俺の好きにしていいと。これ言わなかったら俺のものになったんじゃないかな、300ゴールド。でもまあこの人の好感度は上がったのかな。じゃあ、これでヒーリングリングが装備できるんで、回復ができる。いやー面白いですね、やっぱり。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。